先生、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。東海大学菅生高校の、谷野亮と申します。本日は短い時間ですが、ぜひよろしくお願いします。まず簡単に学校の、紹介という形で、今職員室前の平和ホールというところで、こちらですね、新婦の優勝旗があると思うんですが、実は、今年は甲子園がなかったんですけれども、夏に東京都で特別大会がなっています。それでは教室の方に、本校は、東京の西多摩地区の、秋雲市というところに、ありまして導入しておりまして、現在は1年生と2年生が全員1人1台持つ、環境で学習をしております。そしてソフトに関しては、スラガン、そして、オンライン英会話、そして単語スラという形で行っています。また、一番下のソフトというところで G Suite for Education ですが、こちらは、Google Chrome を使うことによって、フリーで使えるソフトになっています。このような形で本校では学習を進めております。生徒任せになっているので、そこに手を加えられないかなということで、毎回の授業でこう読み合わせをするようにしています。じゃあちょっとご覧ください。すごいシンプルなことですね。はい、What kind of house would you like to live in? Perhaps most of you want one that is comfortable and functional. When you go from the bedroom to the bathroom, I receive a prize for itBut this house is not so comfortable to live in. This house is not so comfortable to live in.3回くらい。